え？あ、見えてます？出ましたね、僕。あ、見えてますか？見えてますか？なるほど。なんすか、なんすか、なんすか。いや、今、家建ててたら、急に上になんかビザーって文字が出てきて。おぉ！え、ちょっと待って、ビザーって文字が出てきて。おぉ、びっくりした。これはびっくりしますね。いい反応してる。就職しないな、ラグか。あ、終わった。早い。早い。めちゃくちゃ早いですね、ほんとに。ソロのシーン撮ってなかったので、撮っとこうと思って。なるほど。メイさん、いいっすね。いい味出してますね、建物は。ありがとうございます。すごいっす、すごいっす。いいね、いいね、いいね。チャイを作りたくなってしまい。いや、めちゃくちゃ雰囲気出てます、めちゃくちゃ。ちょっとここだけもう急に和風にしたろうかなと。まあでも、松のところ合いますよね。合いますね、やっぱり。はい。空間も合ってくるから。ここだけ和風にしますもん、全部。な、固定したこの上は、これに変えておこう。いいですね。ボンジューさんの家がもういろいろ見えてすごい立地がいいですね。へー。あー、そうなんだ。立地だけは、立地だけは。いいな、景色良さそう。城も見えるし、桜も見えるし。おー、あ、そこまで見えるんですね。あ、そっかそっかそっか。すごい。いろいろと。いい場所ですね。いいですね。いい場所ですね。家賃高そうですね。そうですね。お金借りてんのに。お金借りてんのに。債者の金持ちもいっぱいいるからね。金持ち。確かに。そうね。そう、うん。深いですね。作ってこい。あ、でもあれかな、金が。あるよ。あります。まさか今。本当？撃ったなー。また撃ったな。また撃ったところに現れたんですか。そう、撃ったところに。狙ってるでしょう、狙ってるでしょうが。びっくりした。狙ってるでしょうが。カーンって言ってびっくりした。びっくりしたじゃないの。 笑いながらびっくりしたじゃないのよ。いや、私の目線見れば本当わかりますよ。あれで当たるのってなりますよ。笑いながらびっくりしたじゃないのよ。こっちだってボンジューさんの姿見えてないですもん、打った時。あ、本当に見えてないです。すごい。射線に入ってごめん。ゾミドクターやった。おめでとうございます。おめでとうございます。できたほんで一旦外出てまた再教育して、はい、そこ。あ、はい、わかりました。一回じゃまだ分かってないから。一回じゃまだ分かってない。分かってないすごい、鶴太郎さんの城が攻めにくくなってます。攻めにくくなってます。攻めようとしてるんだ。今どんな感じですか、赤ずきんさん。海底神殿ですか。はい、ちょっと今危なかったです。どういうこと。そういう感じだった。危なかった。危なかった。周り囲いながらいかんと危険だからね。そうだ、言うのは絶対。そしてあとちょいで囲めますよ。でも畑が終わり次第お手伝いできます。おお、すごい。平和ですね。楽しそうなの。平和ですか。平和です。すごい、観光にいい速さですね、これ。観光にいい速さ。なんだろう。タバさん、豚の上乗っても優雅ですね。楽しい。なるほど、そういうことか。なるほど、そういうことか。なるほどね。ほんと変わりましたね、いろいろ。ねえ、すごい綺麗になっていく。一足先に洋館近くに行こうと思ったんですけど、めちゃ遠いですね、岩盤上でも。めっちゃ遠いですね。めっちゃ遠かったっす。はい。エリトラ必須か。やばいっす。豚使います？何に使えるつもりですか？終わってしまいますよ。双葉仮拠点に到着しました。はい。よーし。外堀完成でございますかね。おー、すごい。おー。さて。さて、そこからですね。ここから。なるほど。腰上にする。これ何マスごとやったかな、効率いいのは。内間川は。
どうですか、ね、難しいですよね。細かく区切った方が楽ではありますよね。よくやるのは5とかですよね。間というか。間5マスね。間5マス。やりますね。そこで吸い切れるよというか。なるほどね。あれ、ちょっと今僕バグって、Y 座標500ぐらいにいます。なんと、バグってなんですか。高さ500いけないですよね。いや、エリトラならエリトラならいけるんですか。いけますいけます。いけます。詰めないだけでブロックが。ああ、そっかそっか。はい、バグってないです。よかった。ストリーがもう全然いないですね。ああ、ストリー家が爆破された。やっぱボンさんだった。あらあら、近いよ。結構悩ますよね。あれ、違う違うって。近いよ、近いよ、後ろの方で。すごいテンション下がっちゃってる。慣れてますね。支えも足りねえっつうのに。森の羊羹って何かいります？勇気。勇気。勇気。勇気必要です、ね。勇気がある、ね。勇気と愛機。相手のことは何でもできますからね。ああ、オッケーです、オッケーです。まだ行ったことないんですよね、森の羊羹。そうでしたっけ。そうかもしれない。あ、そっかそっか、行ってないですね、みんな。行ってないですね、うん。確かに。多分余裕ですけど、意外と強いですね。そうですね。うん、あの、魔法が強いです、はい、なんか怖いですね。魔法だけ。魔法が強いのと、斧が強いです。あいつはやばいですね、あいつは。パワーありますよ、あれ。やつは。あいつはマジでやばい。あの、トーテムいっぱいあるんで、欲しければ、どんどん。まあ、トーテムもあるんで、まあまあ。あ、私もトーテム取れるのかな。もうずっと左でトーテム。あ、じゃあ持ってきますね、トーテム。ありがとうございます。そう、はい、トーテム。あ、じゃあ僕持ってきますよ。僕今村人ハウスいるんで。あ、ありがとうございます。狩猟終わりました。カズさん、本当ありがとうございます。すごい。どうでした、適正価格になりました。一応一人だけ単位適正価格ではないんですよ。それありがとうございます。助かります。エリトラが壊れてしまいました。危ない。危ない。はい、500のとこで怖っ。危ない。怖っ。すごい問題が今起きていて、1日がもう毎日25分超えなんですよ。そんなことあるんですね。なんで対策どういうことなんですか。あの、重くて、はい、重いで、はい、なんで対策としては配信時間を増やすか20分で寝るかのどっちかです。あー、そっかそっか。なるほど。夜を過ごさずに。それか、2、3人カットするか。オンラインダジェスト、野菜しか入ってないや。なんで、なんで。そしたら、フシノトーテム、このシルカーボックスの中入れますね。いただきます。ありがとうございます。ポーションもそこに入ってるのは、使って待て大丈夫です。あ、はい、わかりました。ありがとうございます。力のポーションいただきます。はい、1個いただこう。安心のポーションだ。ネザースターが1個入ってる、なぜか。ここにネザースター入ってるんだ。落ちてました。落ちてました。落ちてました。ブランチマイニング場に落ちてました。ああ、落ちてたんですね。さっきです。トーテムめっちゃ余ってますね。みんな左手に持ってるんだ。今回また来る。あれ？もうすごい量ですね、本当に。さらに余るんですね。見てますよ、カズさんが。どうぞさん、カズさんが見てましたよ、今。え？どうされました、カズさん。あ、に、あ、な、人参か、なんだ。人参です、ね。あ、いや、ね、人参か、今の。人参です、なんだ。やめてください、やめてください。びっくりした。持ってるように見えて、びっくりした、びっくりした。似てますからね。似てますね。似てます、色が。いやー、ね、ごめん、勘違いしてた。ごめんなさい、ごめんなさい。本当に。赤石を割ろうとしてる人がいました。ました。や欲しい方いらっしゃいます。やばい、ボンさん、ボンさん、下気をつけて、下気をつけて、ボンさん。ないないない、めっちゃ折ってる、めっちゃ折ってる。ちょっと怖い、これ危ない、これ怖い。ちょっと怖い、その高さ。トーテム無駄にするな。あれ、なんかみんな飲んでるんですか。安心のポーション、安心を、安心か、安心。動画のために、動画のために。おー、来た。すげー、来たねー。みんな上行くよ。上行けばフシノとっても入るんでね。あ、そうなんですか。あの、1階には多分いないんですよね。強い。はい、2階から2階にいないの。行けば行くほど強くなりますよね。じゃあ、俺下で。そうなんだ。おー、やっとトボさんが、あ、なるほど。トボさんが2人も連れてる。おー、ほんとだ。ほら、危ない危ない。だってめっちゃ割れてる、めっちゃ割れてる。開けつぶしが。あら、全然ない。あれ、もう終わった？え、早、はい。
隠し部屋になってる。早っ。こんなに渋谷とか誰か火つけた、火つけた、火つけた、火つけるとあのガチでやばいですよ、あの燃えますよ、ですね、燃焼します、やばいよ、燃えてる燃えてる燃えてる、燃焼し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 てる、あーこれこうなったらもう何もできないですね、うわ、逃げないで、死んじゃう、あああああ燃焼してる、燃焼してる、あーあーめっちゃ重い、やばいやばいやばい、燃えてる、早っ、そうなの、一瞬なんですよね。え、こんな一瞬だったの？こんな一瞬なんですよ。すごい。全部燃える素材ですもんね。やばいやばいやばい。やばいやばい。みんなどこ行った？みんなどこ行った？みんなどこ行った？ああ。みんなどこ行ったのって。どこ行ったのって。いるモンさん、いる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 。どこ行ったのって。すごいな。雨降ってるおかげで。二回。やむかな。雨ワンチャンありますかね。すごい一瞬ですね。これなんで燃えたんすかね。いや僕ちょっと下で誰か下でちょっと遊んでたんですけど、はい、本当一本の火がここまですぐ燃え上がるなんて、ああやったんですけど、でも俺の予感攻略一瞬だった、一瞬でしたね、燃やして、燃やして、一番早いかもしれない、確かに。うわ、絶対現実世界で火つけんとこ。本当に危ないですよ。教育なるな、すごいな、これ。面建築はしないよね、もう。今やってるのでいっぱいだもん。え、これ、手に作り直させようと。すごいな、それは。燃やしておいて作り直す。俺の予感枠ができてて作りやすそうだなって今思ったけど、大きいなと思って。燃えないので、ね、なんか、うん、石とか枠は残ってるで作りやすそうかなと思ったけど、いや大変だなと思って、ダメだわこれは。考えさせてください。将来的な企画ではありだよね、この。そうですね、いつかありですね、はい、リフォーム、骨組み使って、うん、リフォームは全然。これ地下になんか火事部あったんで、これ遅から早から燃えてましたよ。あ、そっかそっか、なるほど。あ、やっぱり。いや早いと思ったんだって。ねん、なんて言った今。白いっすね。カジ部屋が、はい、地下にありました。もう横のところに。カジ部屋があったんか。なるほど。そっから燃えたってこと。いや確かに。いや自分がやったにしては早いと思ったんだよ。完全に。何万キロも歩いてきて。燃やして帰りますね。ひどいですね。完全に犯罪者。どっちが邪悪なんだ。やばい集団、やばい集団。あ、え、使用ってことはベッドですか？ベッド寝たんですか？デザートです、これは。そうやろ？あんにダメだ。どういうこと、どういうこと。多分手に持ってたんじゃないですかね。それでもう腰がり、ポポンって腰がり、どこだ。いや、もう、います、大丈夫です。目の前で、僕の目の前で死んでたんで。はい、よかった。なんで、なんで、なんで、一発やっとくか、みたいな。今日も一発やっとくかって。なんで、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 これやった調整。え、爆発してました？そうですね、多分。ドカーンって。現世で使ったのかな、デスポアンカーみたいな。すごいなぁ。いや、ネザーの岩盤の上でベッドらしいですよ。ネザー岩盤の上でベッド？手に持ってたんじゃないですかね。誰か巻き込もうとしたじゃん。怖っ。俺が後ろにいるの分かってやった、俺が。なるほど。いたずらしようとしたんですね、それちゃん。いや、そうだわ、そうだわ。これです。なんでだ、本当に。なんでなんですかね。まあでも手に持ってたエンダーパール投げたの気づかずに瞬間移動したって言ってたぐらいですからね。ああ、そうですね。ベッドで、ネザーでベッド持つなって言ったはずですよね、確か。あんだけ言ってましたもんね。二股で言ったはずなんだけど。だんだんその話しましたね、二股で。おかしいな、ちょっと許せるならお願いします。許せるなら、許せるならちょっと許せない可能性ありますもんね、これは。まあ一応そうですね、まあまだ1回目ですもんね、ゲームの仕様は。そうですね、ゲームの仕様は1回目だ。死因で違う。単独ですし、まあ単独ちょっと、まあこれからの更新もちょっといいので、はい、どうぞ。
帰りなさい。お帰りなさい。ありがとうございます。すみません。いいわけ。何したんですか？いや、あのここって出たらファン、あの 上出るじゃないですか。間違いでもないな。で、僕寝てなかったんですよ。で、なんかはしご降りるときにファントム来たらやばいかなと思って先寝とこうと思ってたらネザーっていうの忘れてて。なるほどね。なるほど。あれ、赤ずきんさんのこと舐めてましたね。間違いかと思ったら間違いでもなかった。自分からネザーですよ。そうなんですよ。間違いじゃないんですよ。まさかの自分からだったんですね。そうか。そうです、そうです。レベル高いな。すごいな。最初なんか後ろからなんか爆弾投げられたかと思って。人のせいにちょっとマリオカート。すごいな。すごいな。自分だったっていう。すごいな。そんな欲しかったんですね。トリップ。じゃあめっちゃそういう風になるかなってなっちゃったけど、なんか取れたか。嬉しいですか。取れたか。違うんすよマジで。ああもう恥ずかしい。でもまだ7つ？そうですね。まだシェンロンがで。シェンロンがもういいんだ。まだ大丈夫です。すごいな。タバさんちょっと、はい、ボンジュールトラップ借りていいですか？あ、どうぞ。ありがとうございます。すいません。あの終盤名前名前おかしいでしょ。最後のウェーブ気をつけてください。あの危険なんでかなり。あ、わかりました。はい。デックスですよね。そうですね。やばい、種足んないな。お、ダチャレですか？種が足んねえ。種が足んねえ。お全然分かんなかったね。すげえマジで。はい。他の村人に呪いがいかないように村に帰るのってもうちょっと迂回していくって感じですか？あ、ネザーがつながってます。あ、ネザー経由で。はい。あの看板直通。そうですね。わかりました。あの分かりにくいんですけど収益トラップって書いちゃってます。あ、オッケーです。うん、ボンジュールトラップって書いておけばよかった。なんでそれ分かりやすくなった？書いてて欲しかった。いや欲しかった。書いてて欲しかったって何？僕ボンジュールトラップにいるので死んだらよろしくお願いします。はい。はい。はい。もうボンジュールトラップで確定なんですね。もうそこは。そうです。そうですよ。じゃ最終的にボンジュールさんもハマっていただくということでよろしいですか？ハマらないでしょう。まあそのためですもんね、名前がそうですもんね、そのための確かにそうかちょっと納得してる。そうか、ちょうどいいな。さっきの選手も残ったもん。ファントムが厄介だもん。あ、俺が危ない、この人は。どうしたんすか？後ろにファントムいるんかなと思ってこっち構えてたから振り返ったら何もいなくて僕狙われてました、双葉さん。頭を狙ってました。びっくりした、本当に手伝ったんだ、頭だけ。狙って怖かったっすもん今。あぶね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 、トリラストかな。あの牛が2体います。いた。ちょ、これ1回目離れた方がいいかも。弱い、やばい。うわ、ちょっと突然開けないからさ、びっくりした。俺んちだから、俺んちだから開くこともあるよ。開くこともあるよ。何してるの？あ、びっくりした。こっちのセリフよ。ありがとう。あ、ごめんなさい。全然。あ、ごめんなさい。今わざとでしょ。完全に倒した後だもん、今。皆さん、今日も。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。明日最終日、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。